葵月、演技に気を取られて歌がおろそかになっているぞ。動きと息継ぎのタイミングに気をつけて、自分なりのタイミングを見つけるの。わあ、汗だくです。樹さん、一体どうしたんですか？ああ、守りはまだ聞いてなかった？ミュージカルフェスに欠員が出て、樹がその代役やることになったのよ。私たちとは違う回に出演するんだけどね。そうだったんですか。大変そうです。でも、めったにないチャンスだし、頑張ってやってみようと思って。それで、みんなにも協力してもらって、一気にレッスンつけてるところです。エリー、ヤシロ、そろそろコーチ役、交代の時間よ。いつきもちょっと休んだ方がいいわよ。もう少し続けさせてほしい。かなり様になってきてるわよ、いつき。やるじゃねえか、いつきくん。翼、どうした？いつきくん、そろそろ会場入りしないとだよ。え、もうそんな時間か。ありがとう、翼。いつきくん、ファイトチキ、大丈夫？うん、大丈夫。それよりお兄ちゃん、暗黒竜への対抗手段あったよ。チキ、その手段って光の神竜だよ。光の神竜？そうだよ、守りちゃん。暗黒の力に立ち向かえるただ一つの力、それが神竜の持つ光の力。私たちは神竜を呼び出すために光の戯曲ファイヤーエンブレムをやらないといけないの。光の戯曲ファイヤーエンブレム。世界を救う者にしか演じられない物語。昔、私たちの世界で暗黒竜が呼び出された時に立ち向かった英雄たち、その人たちの戦いをなぞった物語を演じるの。なるほど。その演劇、戯曲そのものが神竜を呼び出す儀式になるというわけだ。演劇は元をたどれば一種の宗教的儀式、魔術儀式としても機能する。よくわからないけど、そういうことだと思う。そのためにやらないといけないことがあるよ。
ちゃん、この扉は？この奥は私たちが暮らしてた世界にそっくりな場所になってる。そこに昔暗黒竜と戦った英雄たちの力が残されてるの。英雄たちの力？うん、それを受け継ぐことができれば光の戯曲は成功するはずだよ。でもその力を受ける器としてお兄ちゃんたちがふさわしいかどうか見極めるための3つの試練がある。ガーネフの野望は絶対に砕く。試練があるなら挑むだけだ。ああ、どんな試練だとしても俺たちは乗り越えないといけない。きっとお兄ちゃんたちなら大丈夫。頑張って。パフォそれじゃあ、ユニ俺たちは絶対に負けん。マスターポルフは次は何パフォーマーが
ここに英雄たちの力が。ふーん、凝っているわね。凝ってる？ここ、チキの記憶をもとに幻想世界を作り出しているわ。そっくりって、そういう意味だったのね。皮肉なものだな。これが故郷だと言われても、記憶のない俺たちには分からない。みんな、きっといろいろ考えちゃうんだろうね。急ごう。ガーネフを止めて、世界を守るために。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全。これは、ミラージュの気配。てやっ！戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。まずは安全か。せい。これはミラージュの気配。やまずいな。力を見せるぞ。行くぞ。カルネージフォーム。運命を切り開く。初めて見るやつだ。慎重に行こう。俺に任せて。敵が現れたぞ。やっ！敵の気配は消えたようだ。囲まれた。みんな、敵の奇襲だ。遅すぎる。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。俺に任せて。敵が現れたぞ。はチキの記憶。私たちの世界の歴史というわけね。
ガーネフだと。ガーネフ、悪い人だとは思ってましたけど、こんな過去があったんですね。厳しい訓練をして、でも報われなくて。よくある話さ、くだらねえ。自分が報われねえ人生を送ってるからって、他人を傷つけていい理由にはならねえよ。珍しく意見があったわね。こいつがやってることはただの八つ当たりよ。それも B 級映画並みのバカバカしさね。この世に絶望した大魔導士とイカれたエンターテイナーが意気投合か。最悪だな。どんな過去や事情があろうと、奴らは悪よ。ハリウッド的に成敗してあげるわ。戯曲を演じるのにふさわしいか試してほしいっていうのはあなたたち？なんだこの声。わからないけど、すごい圧迫感。あなたたちを試すのは、いにしえの英雄である私たちよ。試練を乗り越えて、私たちに英雄の器たる資格を見せて。戦いは回避できたか。試練の内容は簡単よ。私たちにあなたたちの力を見せること。器にふさわしいと認められたいなら、全力で挑んできなさい。よし、みんな、俺たちの力を見せてやろう。必ず奴らを止めるぞ。了解。悪くない。エクセレント。覚悟はいいな。後始末は任せた。行くよ。この戦い、失敗しないといいな。失敗しないといいな。吹き飛べ。行かないよ。怖いけど負けません。ちょっと無理、ちょっと無理かもです。これでいいはず。力を見せてくれないかな。行くよ。つなげていくわ。無駄だ。行くよ。さあ勝負よ。痛いです。貴様らの味を見てやろう。本気で行くぞ。あっ、敵の動きをよく見るんだ。分かった。全部薙ぎ倒すよ。俺から行く。あっちゃー。
その技はダメです。真っ二つです。しくじりました。僕の矢を受けてみて。行くよ。つなげていくわ。あえて見せるな。無理みたいです。これが私の魔法よ。この技、うわ、誰が受ける？ミラージュアタック、いけるぞ。了解。これ助かりました。私の番だよね。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。これだ。よかった。やったー。私の番だよね。あれれ。他の技の方が良さそうよ。あれれ。他の技の方が良さそうよ。あれれ。あとはお願い。盛り上げてあげるわ。勝つわよ。凍えなさい。守りに注力するのだ。その技はダメです。私に力を貸して。遊んであげる。これはダメね。ダメね。これはダメね。ダメね。どうかしら。耐えられるかしら。クラクラしてきました。大丈夫だ、俺がついてる。わーい。僕
の矢を受けてみて。痛いです。行くよ。終わらせて名刺だ。俺たちがやるんだ。その技。クラム。解き放つ。スタートです。次行きます。仕方ない。決まったな。さすがだわ。どうかしら。燃えなさい。まだまだ。始めよう。大成功。あっちゃー。どんないです。ちょっと無理かもです。これでいいはず。この技誰が受ける。その調子だ、イツキ。うん、ありがとう。一か八かで。はっ、まだまだ。よいしょっと。休憩です。赤木トーマ、剣山。手応えありそうだ。よし、全て焼き尽くす。効いたぜ。始めよう。この気まだです。任せておけ。よしは大食いで勝負しよう。力不足は否めないわね。ダメね。これはダメね。これしまった。この技誰が受ける。一緒に行こう、クロム。おう。エクセレント。ファイトだ。信じてるぜ。お願い、今よ。頼みます。畳みかけろ。イツキ、イツキ君、お兄ちゃん。イツキ君、頑張って。力を、運命を超える。行くぞ。決まったな。頼むぜ、カイ。俺を信じろ。やってみねえとわからねえな。燃えろ。俺の攻撃に雑味があるのだ。まだよ。やっ、上がる。この技、そんな攻撃、直してみよう。俺に任せて。ファンタスティック。クロムみたいに。俺だな。行くぞ。せつ、うまかったぞ。みんなのおかげだ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さすがだ。いいか。あなたたちの力と意志、見せてもらったわ。私たちの力を託すわ。ちゃんと光の戯曲を成功させてね。なるほど、これが試練ってことね。急兵役、確かに射止めたわよ。やりました。これで光の戯曲の成功に一歩近づきましたね。ええ、英雄たちの力を受け光の戯曲を演じればきっと。それじゃ次のオーディションもみんなで突破するわよ。
ああ、英雄たちに認めてもらえるように全力を尽くそう。当然でしょ。やりました。やった。